休憩中にたこ焼きを作ったりしたとお聞きしたんです。たこ焼きとかいろいろなんかホットケーキとかなんかもうあらゆるものを準備してあるものでやりたいですって言って。出演者の方食べられたんですか？めっちゃ僕が強引にする。いやビビったんですよ僕は。前作神木さんがその妖怪大戦争をやられてた時はどういう思いでお芝居をされてたんですかってもうそのままでいいよ僕何も考えてなかったしって答えたんですけど、そしたら「そうですかありがとうございます」あ当時の僕より全くもってもう言葉遣いも違うと思って。戦闘中の気に入っているポーズなどは、剣がかかっててこうやってやるポーズとかかっこいいなって気に入ってます。小声になっちゃいましたね。ちょっと小声になってますね。ちょっと小声になってますね。ちょっと緊張してるかも。叫び声が迫力がすごいあったんですよ。うわーっていう一言の中になんか本当に恐怖を感じてるとか本当に驚きの力強さがすごくあったなっていう。休憩中にたこ焼きを作ったりしたとお聞きしたんです。たこ焼きとかいろいろなんかホットケーキとかなんかもうあらゆるものを準備してあるものでやりたいですって言って。出演者の方食べられたんですか？めっちゃ僕が強引にする。食べてくださいっつって。でもなんかその中でももうちょっと焼いた方がいいかなって自分で思ったりします。まるで料理人のような。ありがとうございます。